日高屋なら安いし、まあまあまあ味もね俺も好きなんで中華料理はいいじゃないかっつって日高屋行ったら、まあその時間ね小汚いサラリーマンがブワーッと席埋めとって満席なわけですよ。でまたそこもなんか20分ぐらい待ちますみたいな、すいませんちょうどタイミングがって言われて、マジかよみたいな。ほいたらなんかカウンター空いとるんすよ。真ん中ら辺ポンポンポンで3席ぐらい空いてんだけど、そのカウンターに全部デブ座ってんだわ。デブ座ってるからデブとデブの間のちっちゃい席しか空いてないの。それが2個ぐらい空いてんだよ。まあそれは確かにそこ俺入れないなと思って。いやデブ席行けよみたいな。なんでカウンターなんだよみたいな。店員も店員じゃん。なんでデブをカウンターに敷き詰めたんだよ。意味がわからないよ。これから食われる人間たちかよ。ねえ、意味わからない。チャーシューを真ん中に並べんだって話なんですよ。チャーシューなんでカウンターに詰めんなって。チャーシューは席に入れればカウンターいっぱい人座れんじゃん。バランスが悪いんだよ。ほんで席の方にガリガリのさ、なんかハゲ散らかしたおっさんとか座ってんだよ。そう、マジでデブ迷惑なんだよ、狭い店に。狭い店デブ行くな。ほんとに俺も含めて。マジ迷惑なんだよ、ほんとに席いっぱい取るからよ、電車といい。ね。だから、まあ、そこもちょっとやめようってなって、なんかフードコートじゃないけど、まあ、レストランじゃないけど、いろんな店が入ってる階に行ったよね、エレベーター乗って。もうつけ麺でいいやってなったのよ。つけ麺でいいやと思ったんだけど、そのつけ麺屋さんはなんかお寿司屋さんみたいな形してて、なんかカウンターがなんか木のテーブルでブワーってなってて、で奥になんか普通のテーブルがなんか4つぐらいボン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 ってあるんですよ。まあそんな店でなんか一見寿司屋っぽいんだけど、でもつけ麺なんですよ。あ、結構外観こだわってて小綺麗な店だなと思って、まあ入り口では俺の中では評価結構高めなんよね。でバッて行ったんだけど、まあそこのつけ麺屋さんも混んでたんですよ。まあそうです、まあ12時過ぎなんでちょうど昼飯時なんで、まあどこ行っても混んでるんで、そのつけ麺屋さんも混んでました。ほんでまあ入り口行って、すいません一人なんですけど、あ、お一人ですね、あーって言いながら、なんか女性の店員さんがわちょっと満席だしどうしようかなみたいな素振りを見せるわけさ。あ、ここも混んでんのかみたいな。まあいいや、まあ一回じゃあメガネ受け取ってから、まあね、自分の家帰ってからまあスーパーかなんかで飯にしようみたいなのもちょっと頭に出てきたよね。まあ諦めよう、浦和で来るの諦めようかなっていう風に思ってたら、店員さんが、あーすいません今ちょっと満席で、オッケー奥どうぞって言ったんですよ。オッケーって、なんか日本語がおかしいんだよね。なんか日本語と日本語の間になんかローマ字入れるんですよ。なんかオッケー奥どうぞとかって言ってくるの。オッケーって何みたいな。え、なんか日本人外国人どっちかかの。顔めっちゃ日本人なのよ。顔めっちゃ日本人なのに、なんか喋ってる言葉がなんかルー大柴みたいななんか英語入れるんだよ。オッケー奥どうぞって言うんですよ。まあ奥行くわみたいな感じで、まあテーブル座ったんですよね。あの、こちらご注文ですどうぞってね。ありがとうございますみたいな。ほんで注文っていうか、まあそのご注文っていうか、まあメニューか、まあメニューどうぞって言われて、あ、注文どうぞみたいな言われるんだけど、ちょっと待ってください考えるんでって、初めての店やからね、何があるかわからないんで、じゃあ分かりましたオッケーって、またオッケーって言うんですよね、オッケー好きだなと思って、もしかしたらなんか、あの、お客様お帰りですボーイって言うんですボイとかオッケーみたいな、なんかそのなんかそのなんか何みたいな、すげえ気になるんですよ。ウォーイとか言うんですよ普通に。なんか店員さんが店員さんに話しかけるとき、こちら片付けてくださいって言ったら、はいわかりましたいって言うんですよ。じゃわかんない、なんか言うんだよ、ウォーイみたいな、ワイかウォーイかわかんないけど、なんかつけるのね。そう、なんかつけてくると、何これ店員なんかちょっと嫌だなって、なんかだんだん、しかもそれ声が大きくてずっと言ってんの、ありがとうございましたい、はい、いらっしゃいませいとか言うのよ。女の人ですよ、女の人なんだけど、ありがとうございましたい、いらっしゃいませい、はい、いらっしゃいとかって言うの。もうラーメン屋じゃなくても居酒屋みたいなノリですげえ許せんだよ。で、すいませんって言ったら、はいどうぞって言ってバッて来るんだよ。あの、すいません、これつけ麺の、あ、つけ麺だ、つけ麺なんだけど、別にさ、つけ麺って言わなくていいのに、はい、つけ麺でみたいな。つけ麺の、はい、大盛りで、大盛りで、ね、声でかい。恥ずかしいな、俺食うの他のお客さんにバラしてるみたいな感じになってんのよ。他の人、そんなに大きく復唱しなくていいでしょ。で、大盛りで言ったら、大盛りでって。で、あと、これ、チャーシュー丼、チャーシュー丼、はい、これ一つで、はい、ありがとうございました、オーダー入りますつけ麺大、いい、チャーシュー丼も言ってよみたいな。俺チャーシュー丼頼んだじゃんって言ったのに、オーダー通すのつけ麺の大盛りだけなんだよね。いや、俺チャーシュー丼言ったでしょって話で、もうそこでまず伝わってないですよ。すいません、チャーシュー丼も、あ、チャーシュー丼一つ、うん、何で今の聞こえなかったのかな、そんな声でかいのに聞こえなかったのか、相当耳悪いのかなと思ったんだけど、まあ待ったんですよ。しばらくしてたら、なんか携帯でも触ってツイッターしようかなと思ったら、ものの、なんか、10分も経たないうちぐらいに、俺のやつ出てきて、ポーンって出てきて、そう。まあ、それはこちらの写真なんだけど、
もうものの10分しないうちにこれボンって出てきて、これがめちゃくちゃまずくて、めちゃくちゃまずいんですよ。まず左のチャーシュー丼なんだけど、あの車のオイルみたいなのかかってる。一口食べたらわかるあの焦げ臭い匂い、いやオイルみたいな匂いするの、なんかドロドロのなんか油みたいなのがかかってて、それがなんかめっちゃ焦げ臭くて、エンジンオイルみたいな匂いするの。ほんで米が固まってんだよ。もうなんか炊飯器の中に半日置いといたんじゃないかっていうぐらい、なんかガムみたいな硬さぐらい、本当に最初の一口目のガムぐらい硬いんですよ。米がゴロンとしてんだ。なんか、丸いなんか塊みたいな米がゴロンと入ってて。丼はチャーシューだけ食べて、俺、米残したのよ、そのまま。うん、食べれなくて。だから、もう麺の方食べようと思って麺食べたんだけど、これ麺ちょっとこれ見えないかな。これね、中の方の麺がね、太さ違うのよ。中の方の麺が。これ基本的になんかちょっと細いんだけど、もっと細い、冷麦みたいな麺がいっぱい入ってんのよ、下の方に。なんか一本一本麺の太さがバラバラなの。でしかも麺が伸びててめちゃくちゃまずいのよ。で卵はパサパサで、つけ麺のスープはもうね生ぬるいのね。んでそれがもうめっちゃまずくて、んでさ接客だけはちゃんとすんの。さでかい人もそうなんだけど、お会計するときとかもありがとうございました、またのご来店をお待ちしておりますとかって言うんだよ。絶対来ねえんですよ。絶対来ねえのに、なんかめちゃくちゃ丁寧に、またのご来店をお待ちしておりますとかって言うんですよ。お客様お帰りです、ありがとうございましたとかって言うの。挨拶はちゃんとしてるんだけど、つけ麺が全くちゃんとしてないんですよ。ゴミごとにまずい。俺、令和一番まずかったんだよ。いや、気持ちいい店じゃないかってさ、挨拶よりも飯でしょ。いや、挨拶とかって飯がうまいこと前提で挨拶もちゃんとしてるとパーフェクトで、せっかく飯うまいのにちょっとあの店愛想悪いよねとか、なんか敷居高いよねとか、店員さん怖いよねみたいな感じで損する店もあるんですよ。飯がまずくて挨拶はいいってさ、そんなの別にいらないですよ、そんなの。いや、挨拶めっちゃ良かったから飯まずかったからいいわっつって金払うやついないでしょ、普通。いや、なんか余計イラってくるやん。なんでこんなにめちゃめちゃ挨拶するのにさ、飯こんなまずいねみたいな。腹立ってくるわけよ。ほんで厨房にいる、なんか料理やってる人たちめちゃくちゃ国家コートはバッチリしてて、いかにも料理できそうなのに、いかにも料理できそうな風景からクソまずいつけ麺出されてみ。店めっちゃ綺麗なやぞお前。接客もめっちゃちゃんとしとるんやぞ。作っとるおじさんたちめちゃめちゃつけ麺うまそうに作るんやぞ。ほんで出てきたつけ麺史上最悪にまずいんやぞ。いい加減にしろみたいな感じじゃん。6かけて9かけて10かけて8かけてかける最後に0持ってきたわ。バカ野郎みたいな話じゃん。ね、これで1350円っすよ。1350円っすよ。もう一回言いますよ。1350円。高すぎるやろお前、こんなもん。アホかお前。ねえ。